愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて、洗濯物は机の上に暗い短い手紙添えておくわ。今度生まれてくるとしたならやっぱり女で生まれてみたい。だけど二度とヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。ああ、難しいな。あ、こんばんは。今夜もね、松山千春さんのね、恋を歌いました。2018年12月の19日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんはね、どうも。あ、まゆちゃんどうもね、今日はまだ恋を歌いました。あ、今日もなんだかレイジマーでよかった。じゃあ次はこれ。この長い夜行こうか。長い。な、長いで、恋。長いで。恋に揺れる心一つ、お前だけを追いかけているよ。おいで、ここへ。僕のそばに、なんだっけ、ああ、なんで、難しいね、もう一回。恋に揺れる心一つ、お前だけを追いかけているよ。おいで、ここへ。僕のそばに燃えるような口づけをあげる。長い夜を飛び越えてみたい。お前だけにこの愛を誓う。重ねた腕のぬくもりに戸惑う二人。恋に揺れる心一つ。お前だけを抱きしめていた。だから僕の胸のときめき聞こえたなら飛び込んでおいで。長い夜を飛び越えてみたい。お前だけにこの愛を誓う。星降る夜に誘われて戸惑う。二人、長い夜を
飛び越えてみたい。お前だけにこの愛を誓う。星降る夜に誘われて戸惑う二人。はい、これは長い夜で。はい、こんばんは。あ、こんばんは。どうもね。澤田さんどうもね。木村さんもどうもね。うん。まいちゃんどうもね。はい。篠子さんどうもね。今夜、松山千春さん。今歌った長い夜。じゃあ次はこの歌いこうか。季節の中で。うつむきかけたあなたの前を静かに時は流れ巡る巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう。海の青さに戸惑うように飛び交う鳥のように羽ばたけ高く羽ばたけ強く小さな翼広げ巡る巡る季節の中でああなたは何を見つけるだろう。どうもね。昇る朝日の眩しさの中遥かな空を目指し羽ばたけ高く羽ばたけ強くあなたの旅が始まる。巡る巡る季節の中であなたは何を見つけるだろう。はい、これはね、季節の中だよ。うん、窓には何もつつないよ。うん、顔じゃないよ。どうもね。あ、松崎さんどうもね、うん、人の名前を言いくってんですね。はい、どうもね、こんにちはね、どうもね、うん、顔をつつながら、じゃあ次はこの歌行こうか。今度は大空と大気の中で、これなんだっけ、あかんない、おうん、出てこないじゃん。ごめん。じゃあ、今日歌はこの辺にして、早速、今日もお腹ペコペコなんで行きましょうか。はい。どうもね。早速、お夜食。ちょっと出てこなかった。ごめんなさい。出だしが、大空と。果て、ごめんなさい。難しいな、ごめんなさい。ごめん。今日は足らない。わかんないよ。ごめんなさい。もう遅いしね。うん。じゃあ、そう、いや、いいかな。飲んできて、これから飲むんですよ、これから。これから飲む。飲んでませんよ、これから飲みますよ。分かった、どうも、まゆちゃん、どうもね。木村さん、どうもね。大丈夫です。ありがとう。沢田さん、大丈夫、ありがとうね。うん。どっか、まあ、木村さん、別に僕は飲んでないよね。いつもね。家で飲んでますよ。じゃあ、これから飲もうか。ね。じゃあ、これ。じゃあ、お湯割り飲んじゃう、お湯割り。まだちょこっとなんで。この、昨日は新日本酒飲んだけど、これ。このお湯割りを飲みしちゃおうか、お湯割り。お湯割りで。ああ、寒いし。はい、お湯入れた。今夜はお湯割りで、行きます。ああ、寒いしはいいね。昨日は韓国でした、今日は日本。これ、本格焼酎。これで。お祝いできますね。こんなもんいいかな。はい、はい、乾杯。じゃあ今日のご飯、今日はね、昨日早かったからね、昨日ね、あれ、今日買い物したかったんだけど、昨日はね、あれ、豚の白もつ買ってきてね、もう煮込んでた昨日からね。材料はね、こんにゃく、じゃがいも、大根ともつ、それでもつ煮込み、今日は。じゃあ早速何事持ってきますね。もつ煮込み、こういうやん。
では分かんない。100円ショップで買ったこのストレートワインを鍋敷き代わりにしようかな。100円でいいかなと思って、鍋敷き代わりにこの100円で売ってたストレート、これを。いいな、フレートワイド。いや、これ器に使ってるのも人もいるけど、これは鍋敷きに使おうと思う。これじゃあもつ煮込み、これ切れない。今夜もつ煮込みだよ。はい、じゃあこれもつ煮込み持ってきます。今夜ね、お湯割り飲みながらもつ煮込み、うん、持ってくんね。はい、じゃあ今日はもつ煮込みだ。こんな感じでグツグツしてます。今夜はもつ煮込み。じゃあ行こうか。じゃがいもとこんにゃく、大根入れました。見えかな。じゃあ開けます。今夜はもつ煮込み。あ、いいね、湯気がね。こんな感じで、じゃがいも、大根、もつ、こんにゃく、具沢山。お、よく煮えてるね。よくスーパー、あれ、豚白もつとかって売ってるやつね、こうやってね。こんにゃく、じゃがいも、大根。まあ、こんなもんでいいかな。じゃあ、蓋しよう。じゃあ、もつ煮込みです。また、第。味噌仕立て。最初はね、塩と醤油とみりんで煮て、その後、仕上げに味噌入れた。ね。じゃあ、もつ煮込みです。見えかな。今夜もつ煮込み。分かった、味付け。うん、締めは味噌で、その前に最初塩、次に醤油とみりん、最後に味噌ね。いこうか。こんにゃく歯ごたえがいいんだよね、これね。やっぱ手でちぎってる、こんにゃくは。でもっと。うまい。じゃがいもの前に大根。これ大根。得意得意。ただ煮ただけだもん、こんな簡単だもん。煮込みもさ、ただ大雑把で切るから簡単なんだよね。煮込み簡単よ。大雑把でいいよ、煮込みは。うまい。昨日買ったのはね、こんにゃくともつだけだ。じゃがいもと大根はあったやつね、家にね。昨日早かったから、昨日煮といたらね。
うん、煮物は結構簡単よ、あれね。離れるときは弱火にしとけばいいから、離れるときは。ガスの前離れるときは弱火にしてさ、色を入れると。うん、うまい。うまい。いい感じだ、じゃがいも。うん。ああ、うまい。汁もうまいよな。うん。いい感じだ。味噌は加えなくてよかった。帰ってきてから味噌入れようかなと思ったけど、大丈夫だった。温めたらこれで味はそのまんま。うまい。うん。え、おいわぎと。うまいね。でも大丈夫、安いよこれ。もつはだいたい300円ぐらいだから1パック。で、こんにゃくも80円だ。うん。あ。うん、こんにゃくは手で切ってね。読んでますよ、文章読んでますからね。声に出さないだけよ、うん、うん、うまい。今日はなんだ、ケンマスクッキング見てたら、久しぶりに見たらさ、あれ、水豚鍋だって言ったね。今度水豚やろうかなと思うよ。あれ見てたら水豚ね。水豚の良さそうね。やってみようかな、この水豚。片栗粉入れていいんだ、小麦粉だ。今度やってみようね。小麦粉の片栗粉入れて、水豚鍋。うん。今度行ってみよう、本田健松さんのお店。立石の近くみたいだから行ってみようね、あれね。おかゆと、おかゆと麺の店か。ああ。立石ね。まあ、僕は本線の定期があるから。青戸から歩いて。深山青戸立石。一人で。うん。ああ。そうね、レーション美味しそうね。うん。ああ、締めにね。煮込みは簡単でいいやな。うん。やっぱ、味噌系がいいよね。こういうの、冬場だからな。うん。うん、いいのいいな。あ、うまいね。うん、スルーしてない、ちゃんと読んでるよ。コメントはスルーしてませんよ。うん、声で声出さないだけだから、ありがとうね、コメントね。声に出さないだけでちゃんと読んでっかんね。じゃあもう一杯お湯持ってこうね。うん。今日はお湯は。よし。お湯割りです。今日飲みきっちゃう、これ半端だからこれ。このパック。どうも。じゃあ乾杯。
さてと、まだいっぱいありますんで、一人だからね、こんにゃく持つ、こんなもんで、こんなもんで、もつ煮込み、今夜はもつ煮込みだよ、いいね、こんにゃくのプリプリ感たまんないね。うん、これ大根、うん、あ、大根、うん、今ネギは入れなかったね。こんにゃくと大根とじゃがいもとで豚の白もつってやつね、よくスーパーでさ湯がいて売ってるやつ。あかん、クリスマスはね、予定ないですね。まあ仕事だな、普通火曜だもんね。うん、23、24は休みだったらキャンプに行く予定だけどね。うん、予定はないですね、別にね。うん、ね、彼女のいる人はさ、彼女とさ、ミサとか行くんだろうね、きっとね。もう彼女いないからな。礼拝、近所の教会にミサとか礼拝に行くんでしょ、クリスマスの日はね。うん、うん、どうもね、印刷工場で働いてますよ、どうも。あー、うまい。じゃあお湯割り、もつ煮込みです。こういうのね、腕がない人は下手くそはね、うん、だから下手くそなんだ僕、うん、生まれたら汚れないけど、僕下手くそだから汚れちゃうんだよな。洗うけどなかなか起きないんですよね。うん、そう、ブランド行かない、そんな余裕ないやね。あ、うまいね、うまい。ちょっと足りこかったね、これね、汁ね、汁飲むの。うわ、あー、もう0時回ったか。まあでもこの時間ならいいや。終電だったらまだ町田だからね。そう、平日の終電の場合ね、0時4分町田発だからね。それ乗って高砂が0時20分だからね。今日は終電じゃないから、この時間にもう言えます。もうでも早いな、本当。もうでも今月なんか12月は嬉しいよね。この間醤油だボーナスだったけども、また今月の給料もうすぐだもんね。やっぱ醤油になるときは嬉しいよね、あれね。結構続けたまに入金があるからね。うん、そうよね、夏と冬はの醤油の時は嬉しいね。ちょっとね、給料食べ過ぎまたあるからね。また今度の、まあ、休み明け、うん、天皇誕生日の振り返しだっけね、火曜日だもんね、25年。その日は銀行行こうね、下ろして、多分25日遅くなろうと思います。もし仕事早く終わったとしてもね、あれ仕事終わった後 ATM 行ってお金下ろして、早田とか払うと思うんで。
遅かったら払わないけどね。仕事遅かった。9時回っちゃったらわざわざ下ろさないけどさ。8時頃だったらさ、近くの ATM にお金を下ろしてきて、部屋代とか、まあ生活費を下ろしてくんでね。金勘定しないとね。あ、醤油はそのまんまです。別に特別何も買わないんで、そのまんま。明細書もらったまんまです。普段生活費関係ねえからな。そう、お金までは言わない。まあ、それなりのもんですよ。いくらだろうね。それは言わないよ。うまい。パソコンが、昔はパソコンが手頃だって、今はだんだん Windows がさ、アップされてさ、なかなかね、手頃なのね、ねえんだもんね、最新の Windows なんか。XP の時は、あれは良かったけど、今ほどね、今の OS だとさ、安いパソコンは、あれなんだけど、あれ、安くてコンパクトでいい感じにないからな、それだけの値段になっちゃうからね。外反射はするでしょ、知るけどさ、大変なんだ。外反射、壊れやすいんだよね、どうしてもね。ね、どうしてもね、歩きながらだからね、壊れやすいんだよね。今年は奥多摩小屋です。奥多摩小屋、また今年も奥多摩小屋のテント場行きます。まあ最後、年越しは最後にやりますね。まあ来年の3月いっぱいでなくなんで、まだやるけどね。そう、奥多摩小屋はね、だから年越しとしては最後だね、今回行けばね。ああ、奥多摩小屋か、堪能しないとね。小屋もなくなった、あそこはね。あそこ奥多摩小屋は一応なんだっけ、国立公園内だからさ、小屋がないとテントも作れないわけね。だからさ、なくなるってことはテントもなくなっちゃうわけでね、しょうがないね。あそこよかったな。残念。犬吠埼じゃ年越しは無理みたいな、あそこはね。もう死んだから、ネットで検索するとさ、犬吠埼灯台下でさ、キャンプしてるって聞いたことあるけどさ、そういうホームページもあったけど、なんか何みたいなね、年越しは知らなかったんだ、僕はね。いや、検索してわかるよ、あれ。あそこでキャンプしてる人結構、そういうあれホームページでアップしてたんで、僕も言ったんだけどね。多分、年末年始以外だといいみたいな、あそこはね。まい。汁も飲んで、ああ、うまい。まあ、それ以降にさ、モツっていうさ、もともと肉系のものをさ、で煮てっからさ、だし取んなくて簡単でいいんだ、これ、モツはね。モツ本体からさ、あのだしが出っからさ、うまいんだよね。手軽でいいや。まあ、いっぱいうまい。これ全部入るかな？汁入れなきゃ。大根、こんにゃく。でも、じゃがいもはもうでかいのちょっとあったね。じゃあ、これ全部移そうか。今日はもつ煮込みです。汁にうどん煮て食おうかな、汁。ご飯にかけてもいいな。ご飯にかけてもいいね、これね、この汁ね。汁かける。まあ、じゃあ、うどん煮てみようか、最後一緒。こんなもんで。あとはこれ、うどん煮てくる煮込みうどん。この汁で。あとはこの煮込みうどん。これ食ったら、ね。じゃあ、もう一杯、お湯持ってこうか。お湯持ってきます。今日は、もつ煮込みです。こんばんは。今夜はもつ煮込み。じゃがいもの、豚の
白もつってよくスーパーで湯がいて売ってんじゃん。あれ、そのもつと、こんにゃく、大根、じゃがいもを、最終的には味噌ね。味噌で煮て。で、途中では、最初は塩、みりん、醤油でちょこっと煮て、あとは締めで味噌。ね。だから基本的に味噌です。こんな感じ。じゃあ、そんなもつ煮込みです、今夜は。わかった？どうも。ゲストさんわかったかな？じゃあ、もつ煮込みを。うまいね。じゃあ、もう一杯。で、昨日は日本酒でしたが、今日はこれ。また、お湯割りです、これね。またもう一杯持ってくるね。お湯分できます。お湯割り。お湯割り。いいね。はい、こんな感じで。お湯割りともつ煮込み。はい、乾杯。こんばんはね。シミパンいいね、シミパンいいね。お股のシミがついてるやつがいいな。うまいね。こんにゃく。よかった。うちの親が作ってたので、母親がね、よくね、作ってたんだよね、もつ煮込み。まい。まあ、みりんだけでちょうどいいな。あれ、なんだっけ、糖分はみりんだけで、砂糖なかったから。お楽しみ気になるな。たまんないね、そういう話はね。やっぱこれ腸なんだろうな、きっとね。豚の腸を湯がいたんだろうな。謎って足が速いからね、大体。普通スーパーだよ。白もつって言ってね、豚、湯がいたやつ売ってんだよね。足がすぐ痛みやすいからね。だから白もつ、湯がくと白くなるから白もつって言ってね、売ってるやつね。そう、もつは生だったら、ね、すぐ悪くなっちゃうからね。どうも。スルーじゃない、ちゃんと見てく、読んでっか、声出して読み上げないだけ。高さを読み上げるけど、僕そういうことしねえからさ。あ、ちゃんと目で追って読んでますんでね、声に出さないだけよ。読んでたら死にがねえもん、うるさくなっちゃうしね。それ読み上げてたら飲み食いできないよ。
から飲み食いしながら動画撮る場合、配信する、ライブ配信する場合はさ、そりゃ目で追って読むだけだよ。声出してたらね、目で追って読む分にはさ、別にね、飲み食いしながらできるもんね。僕そうだよ、僕はそういうやり方です。どうも、ちゃんと目で追ってますんでね、こうやってね。まあ、老害でもいいですよ、しょうがないね。でも行きたいとこいっぱいあるからなかなか行けないんだよね。奥多摩越えも行き足りないしな。でも結局今年もね、まあ、それじゃあ、星野さんとかみたいに何年中野営やってるわけじゃないけどさ、少ない野営、キャンプの中で一番多いのはやっぱ奥多摩だったね、今年もね。なんやかんや行って。なんやかんや、今年意外と沈着が多かった。それでも4回ぐらい、そんなもんだもん。奥多摩小屋の方が多かったな、今年もやっぱり。一番交通費は高いんだけどね、僕のよく行くとこじゃなこう、ね、やっぱあそこいいんだよな、奥多摩小屋ね。まあ、七つ石小屋も含めて、あれ僕よく雲取のテントもね、交通費的にはね、学校橋とかさ、ラウンドの月川荘とか、あっちも全然安いんだけどね、結局、向こう行っちゃうな。はあ、山だから大変だから、でもね、結構疲れない奥だね。まあ、普通のさ、あれ、角吹キャンプ場とかさ、ランナーとかだったらさ、普通の企業だからさ、買い物のおかず買うんだよね、食材とかでさ。でもこっちの山の場合はさ、まあ、おかずか、やっぱビール飲んじゃうんだよね。冬場でも結構ね、結構登るのにさ、結構体を使ってっからさ、ね、冷たいビールうまいからね、飲んじゃうからね、あれよ、お金かかる。大体僕、奥多摩小屋でさ、いっぱいテント場だと1泊500円でしょ。で、そうすると、気がいいところで、1本缶ビール500円だからさ、5本買うわけ。で、3000円払って、じゃあ缶ビール、で、買っちゃうね、僕ね、奥多摩。普段なんてさ、缶ビール5本も買わないけどさ、奥多摩小屋は特別だよね、やっぱね。星野さんで言ってたのあんま行かない。僕、釣りやりたいよ。釣りなんも知らないかも、基本が。わかんないね。星野さんはあれ行くみたいね。僕行くのはね、星野さんの他に、あと、あ、今日見たあれ。あれ、1号さんのさ、奥多摩の2泊3日の縦走登山の動画。今日は4だったね、あれ。すごいな、あれね、ほんと。ウルトラライトとクリスマス装備を持っててね、0.5、500g ほどすごいなと思っちゃった、あれ。1号さんの動画。あれ、もう1号さんの動画を知ってて、あれ、奥多摩小屋とか知ってからね。1号さん、あの人もすごい、あれ。雪の中釣れるだけなんだもんな。今年寒いかもしんないね、釣れるとね。でも、釣れると使うよ。あれ、手軽でいいや。あれ、1号さんはさ、モンベルのツベルトです。僕はね、ライペアライトツベルトです。一応、河原とかさ、キャンプ場の時は、ツーロングでかいやつで、山の時は普通ワンのやつね。使って。そんな感じで、ツベルトはコンパクトでいいや。で、ちょうどいいや。ね。楽しみで、今度、2ヶ月休みだったら、奥多摩行きます。困るだろうね。年末年始は、まずは今年も奥多摩小屋で過ごすよ。それ帰ってきて、初詣行って、成田山行って、去年も行ったんだ、初詣ね。だから去年行った時の、あれ、お札も、
返納してこようね。か、お、カースをやるから。成田山ね。初詣で成田山行って2日だし。で、3日の日は姉のとこにでも、お年玉渡しに行ってこようかな。ね、3日の日。じゃあもう一杯お湯持ってきます。じゃあもつ煮込みでお湯割りだ。入れるよ、多少は入れるよ。入れない場合もあるし、入れる時もあります。その時によってね。あ、やっと会えた。ついにこれも会えた。この1.8だっけ、これは。1.8パック。最後だ。はい、最後で、最後のお祝いだ。はい、乾杯。ねえ、もし。おやすみなさい、どうもね。ご飯かけようか、残りご飯に。いや、これご飯かける、これ。もつ煮ご飯かける。じゃあ、砂糖のご飯温めていく。電子レンジで砂糖のご飯、今度。砂糖のご飯。砂糖のご飯、銀シャリってやつ、200g か。これを温めていきます。こちら。これにかけよう。まあ、そう、絶対ご飯に合うよな。酒飲んでるご飯なんか、すげえ。じゃあ、これで最後、お湯あげ。どうも。食べないよ、別にね。いいなと思ってたけど、ね。でも、やっぱ女性の味方出るもんね、そりゃ、気持ちが高まっちゃうよね。ああ、そうしょうがないよね。女性の味方出るもんね、何でもさ、気持ちが高まっちゃうよ。しょうがないよね。ああ、うまいね。ああ、お引き出しました。酒はおしまい。この本格無地焼酎、これを飲み終わった。
意外だね、どうもね。春日、ギラギラ、あれ、春日キャンプ場の春日、それ違うよ、それ。春日部の春日じゃないからね。あれ、昔の春日、あれ、うん。春日キャンプ場の春日は酒粕の春日じゃなかったっけ。そう、そう。でも、来年ね、行こうと思う。じゃあ、ご飯できた。じゃあ、ご飯にこれをかけよう、ご飯。佐藤のご飯、銀シャリに、もつ煮込みかけて。趣味はこれで、ね、うまそうじゃない？趣味はこれ、佐藤のご飯、銀シャリ、見えるかな？でもね、じゃあこれ、銀シャリをこれにもつ煮込みかける。うん。ああ、うまい。これにかけて、熱々だけど、まあ、多少冷めてるから。もつ煮込み汁ごとかけちゃって、はい。まあ、猫まんま的に、日々はこれで行こうか。もつ煮込みを汁ごと。ああ、味噌煮立てだから合うんだ、これ絶対。うん、おい。愛知県だ。愛知じゃない、春日キャンプ場って岐阜だと思う。岐阜です、岐阜。大垣だって、だと思うよ。うん。まあ、愛知の近くだけどさ、ね。春日キャンプ場っていうところね。春日キャンプ場。無料のあそこの川が無料でキャンプできるってやつね。うまい。うん。ちょうどうまい。だご飯に味噌汁系はあのままうめえもんな。うん。できますよ。うん。まあ、ご飯系と味噌は合うよ、だってね。焼きおじいによく味噌塗るもんな、あれ。ああ、うまい。はい、締め、もつ煮込みかけてご飯です。うまい。東海地方で行こうと思ってるのはさ、春日じゃなくて春日キャンプ場ね。春日キャンプ場、大垣から養老線の終点の養老線乗って終点の揖斐駅、揖斐から歩いて多分ね、2、3時間で行けると思うんだ。迷っても、早ければ、迷っても2、3時間で、そういうか、いくつで見た感じだ。うん。大垣からお養老線で終点の揖斐駅から歩いて行ける。春日キャンプ場ね、春日は。
カスカじゃないからね、カスカじゃないよ。カスガワキャンプ場です。意外と指駅から近いんだよねって思って行こうと思ったところ、地図見ると。嵐山から月川荘よりも近いと思います。見た感じですよね。うん、YouTube でもね、そこでキャンプする人が動画アップしてからね、うん、もうそれでしたからね、カスガキャンプ場。桃太郎公園もあそこも中部圏だけどさ、あそこよりもね、駅から近いから見た感じが、桃太郎公園より笠川の方が駅から近そう。だからそう決めた。はい、おいしくいただきました。あ、うまかった。じゃあ今日はこの辺でね、終わります。おやすみなさい。どうもありがとうね。今いる人は、山本さんどうもね。まず、勝彦さんの名前をパクった人どうもね。どうもね、おやすみなさい。まゆちゃんどうも、ゲイトさんどうもね。どうも、もうあとね。じゃあまた、おやすみ、終わります。また明日。明日も仕事から帰宅次第ね。ではまた。終わった。YouTube ライブ終わった。終わったね。うまかった。最後これうどん、これこっちにうどん入れて煮込みうどん、うどん入れて煮込んで食おうかな。ちょっとうどん持ってくんね、うどん。うどん持ってくる。
じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、最後これ、うどん入れて、この汁にうどん入れてみて、こう、おしまい。じゃあこれで火にかけていきますね。じゃあこれで煮込んでいきます。じゃあこれで煮込んでいきますね。それは煮込みうどんで、いいね、いい感じだ。これ鍋式にいいね、これちょうどいいね、これね。100円で売ってた、これ。鍋式にね。はい、最後、じゃあ、煮えるまで一曲歌おうか。一曲、これ歌おうかな。煮えるまで一応これさ、これ歌おうか。バスを降りれば、から松林塩気の降りた白いレストラン、秋の避暑地で出会う人はみんななぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか。あの日の二人をまだあなたは覚えてますか。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道、続いてるコスモスの道があなたにかけた一つの季節、優しい日々は帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温めて、温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか。心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道、続いてるコスモスの道が、はい、コスモス街道でした。どうもね。もううどんいいかな。うどんあ、締めの
もつ煮込みの汁で煮込みうどん。いきまーす。姫の煮込みうどん。こいつはグツグツ感がいいがいの。ほんと鍋焼きになってていいね。もつ煮込みの汁で煮込みうどんです。これ食って超おしまい。元の味が出てるから、ああ、いい味だ。ね。ツイッターでやってみようか、ツイッターで。あ、どうもね、もつ煮込みの後で、締めの煮込みうどんです。あ、いい感じ。あれ、これ、この鍋で、もつ煮込み食べ終わった後、汁があるんで、その汁で、うどんを一食、180g 一食入れて、まあ、これがうまいんだよね。全部この鍋入れたわ。締めの煮込みうどん、締めの煮込みうどんでやってます。暑いけど、郷土うどん小麦粉だからさ、汁を全部吸ってくれるからさ、ね、汁とかも結構無駄なくいいんだよ、うどんだと。締めの煮込みうどん、おやっぱうどんだといいね、汁。まあご飯でもいいし、いいけどね。あれ、穀物系のはさ、ちゃんと入れると汁吸ってくれるからさ、もったいなくないんだよ、これ。締めの煮込みうどん。どうも。あのもんでいいかな。もつ煮込みの残った汁にうどんを入れて煮込んだやつで、あとは水につけたら取れるかな。これが前の煮込み。
美味しくいただきました。これ最後の最後のごみうどんも美味しくいただきました。ではまたお会いします。はい、終わろうか。あ、じゃあまた明日。おやすみなさい。